反乱の後とはいえ、
警備が厳重すぎると思うのだけど、ちょっと異様な雰囲気ね。いや、拙者も長く離れてはおったが、おそらくこれは常の状態ではござらん。一足遅かったのか、間に合ったのか。ねえ、見て、誰か来る。おお、おお、見間違うものか。やつこそドマの大敵、主の仇、祖国を売り飛ばした代理総督世継ぎでござろう。じゃあ、あれが先の反乱で帝国の手引きをしたっていうドマ代理総督世継ぎ、それに後ろに控えてるやつって。ああ、隅々まで貧乏が染み込んでるね。まったく、まさしくドマの村だ。おかげで酔いも覚めて、気分が悪くなってきたよ。なあに、そんなに怯えないで。考えてもご覧なさい。これまで25年間、ドマは帝国の属州として生かされてきたんだ。嵐が過ぎればさ。反乱の後とはいえ、警備が厳重すぎると思うのだけど、ちょっと異様な雰囲気ね。いや、拙者も長く離れてはおったが、おそらくこれは常の状態ではござらん。一足遅かったのか、間に合ったのか。ねえ、見て、誰か来る。おお、おお、見間違うものか。やつこそドマの大敵、主の仇、祖国を売り飛ばした代理総督世継ぎでござろう。じゃあ、あれが先の反乱で帝国の手引きをしたっていうドマ代理総督世継ぎ、それに後ろに控えてるやつって。ああ、隅々まで貧乏が染み込んでるね。まったく、まさしくドマの村だ。おかげで酔いも覚めて、気分が悪くなってきたよ。なあに、そんなに怯えないで。考えてもご覧なさい。これまで25年間、
ドマは帝国の属州として生かされてきたんだ。嵐が過ぎれば、逆らわなければ、きっとまた、のうのうと生きていけるよ。そのために、私はお前さんたちの忠誠を問いに来た。どうすればいいかはガキでもわかるだろう。だというのに。今朝、海を見張っていた荒人族がこいつを捕まえたんだ。この村の住民で間違いないね。クガネにでも逃げようと思ったのかい？はあ、バカはかばいきれないね。他のお利口さんたちはこうならないでおくれよ。それで、言うべきことは？おら、帝国に忠誠を誓う。命令には決して背かねえ。いいね、よくできました。それじゃあ、その言葉の証を立ててもらおうか。あれを殺しな。逃げ出そうとするなんて、帝国に後ろ暗いものがある証拠。忠誠を誓うならできるだろう。オラには家族が。すまねえ、本当にすまねえ。私、お前さんみたいな人は好きよ。じゃあ次、そこの老いぼれどもを殺しなさい。労働力にもならない連中は帝国に不要でしょ。そんな、オラの夫とお母らできるわけがねえ。どうか、それだけは。しなさい。あなたたちがどれほど強くても、あんな至近距離で人質を取られてたらろくに動けないわ。下手に決着がつかなければ、帝国軍の警戒を煽って不意をついての解放運動が難しくなる。ドマの民だってどんな制裁を受けることになるか。止めてくれるな。拙者は今すぐあの狼藉をやめさせねばならぬ。今は落ち武者なれども、拙者はドマの侍大将。奴らに姿を晒し、あえて捕らわれれば尋問にもかけられよう。お主らはその隙に策をなせ。そんな、あんな奴相手じゃ命の保証がない。あなたの目的はドマの奪還なのに、こんなところで死んでもいいっていうの？その時はそれが拙者の役目であっただけのこと。天命が尽きるまでは
決して死なん。何より拙者こう見えて捕まるのには慣れているでござる。クガネでのこと。でもそれとこれとは、仲間が死ぬかもしれないのをみすみす見逃せないよ。リセ、あの敗北の後だもの、気持ちは痛いほどわかる。でも負けた私たちだからこそ、きっと今までよりも前を見なきゃいけないんだわ。今後も踏まえて解決策を出すのは少しばかり難題よ。辛いと思うけど、時間稼ぎをお願い。ただし死ぬのは絶対回避すること。いいわね？承知つかまつった。お主らは一旦ここを離れ、北東に見える塔を目指せ。そこにいる連中とならば奇策も浮かぶやもしれぬ。では行くでござる。どいつもこいつも本当にバカだね。骨の髄までくだらないドマの精神にどっぷり。結局生きなければ何もできないっていうのにね。いい加減にせぬか、夜露。これはこれは、随分と大物がかかったようだ。その者らにこれ以上の狼藉は許さぬ。拙者の身柄で手を引け。さもなくばここで千人斬りの刀を抜こうぞ。捕まえな。そこの酒場ででも話を聞かせてもらおうじゃないか。
Okay.